ならば踊らにゃ損、踊らにゃ損です、踊らにゃ損、踊らにゃ損です、君と待っていたい、待っていたいだけです、ならば踊らにゃ損、踊らにゃ損です、踊らにゃ損、踊らにゃ損です、心踊れない毎日なんて私気に食わないわ。はいどうも皆さんこんにちは、こんばんは、ゴマです。というわけで今回もゼロ濡れガラスの巫女、ようやく名前を覚えましたのゲームの方をやっていきたいと思います。前回が4の神隠しということで、ゆりちゃんが誰やったっけ、ああの可愛い巨乳の子を作ったという感じですね。あ、はるかちゃん思い出した、はい、そうです、アイドルを救いまして、今回が何なの、あ、ヒゲか、ヒゲで、民族学者の家にたどり着くということで、やっていくのかな？まあなんか、着物から、氷上山になんとかかんとか、まあとりあえずね、またあの森に行くのでしょう。今回も、まあこのままで行きましょう。はい、特にポイントは使いません。迷いが。まあ北条蓮と言われれば、やはりイニシャル D のね、北条5やったっけあれ。何やったっけな、高橋涼介、まあ、もしくは圭介と戦った相手なんですけども。でも、北条蓮やった気がすんねんな。そろそろ覚えた方がいいよな。はい、目を通しておくということで、書類に目を通しましょうか、ほんなら。また、ヒゲのおっさんもね、やっていきます。迷いがと書かれたビデオ。こちらを視聴していきましょうか。これは、あれやな。俺が、はるかちゃんを救った場所になるよな。ん？これは？この家、前に来た時はなかったと思うんだけど。何？これ、おばあちゃんが。おばあちゃんが撮ってはるな。おばあちゃんってか、お邪魔します。お邪魔します。奥様。中に入ってみたいと思います。あ、これ YouTuber やったわ。ごめん、全然ちゃうわ。普通の YouTuber やったわ。女版 YouTuber です。すごいな。結構勇気あるな。人は住んでいないようです。ね。穴が開いていて、あー結構いいお屋敷でございますね。電話です。電話ですね。怖いから触りません。怖いな、帰りましょ。結構広いよね。昔のお家ってこういうお家が結構多い印象だけれども。箱。これはドントタッチですね。ゴーホームですよ、そして。もう、行かない。帰るよ。帰るよ。階段を上がってみたいと思います。何を言うとんねん、こいつは、ほんまに。ツイッチで配信してるんですか、この人。2階に着きました。もうね、古いお家はね、こう、底が抜けて危ないので、やめといた方がいい。いや、今いたやん。今いたやん。もう俺もうこんなん見させられてんやで、俺。今、なんか音がした。俺音するやろ、そんなもんさ。もう、俺かて、これほんまに何度も言うけど見させられてんやで。もう今回言うの2回目やけれども。もうちょっと動画撮るんやったら、いい資材で。いい資材をね、資材というか、まあ、動画のカメラとかビデオとか用意した方がいいと思う。難しそうとか言ってる場合ちゃうほんまに、うん、アホ。帰るよ。もう。嫌やな。長いな、この動画本で。あ、でもね、最近、なんや、YouTube とかで、
こうここめっちゃお化け出るんですいうところに潜入するみたいな動画流行ってたじゃないですか。なんか海外とかのねとこも行ったりして、でなんかね俺が一番その動画ですごいと思ったのはね、あの動画の内容とかよりもその編集がすごいなっていうのにね一番驚きましたね。あんなにねこうホラー感を出せる演出というかそういう編集ができるのがね一番すごいと思いました。はぁー、あーもうお、あ、お問い合わせありがとうございました。お探しのビデオも廃盤になっておりますが、わずかながら在庫がございます。映像部柿本さん、なお現在淵の山は侵入禁止となっておりますので入らないでください。あ、まだあったよ。いやでもね、あのもう入らないって分かってるの俺数回ぐらい、あの女の子と一緒に入ったりしたからね。なんか音がおかしいの、なんか音おかしくなかった？ほら、まあ、早く拾おう。北条です。榊か。最近連絡がつかないからどうしたのかと思った。あれ、これビデオの。なあ、この前俺はお前に、俺結婚するんだ。おめでとうございます。お前が、あの動画の、あの動画撮ってた人とかかな。あ、これあそこやんな、あのさっきの動画撮ってた女 YouTuber のところやんな。相手は俺が知ってる人。いや、あの動画撮ってた人やと思う。写真を見た時から、何それ、片栗粉を水で溶かしたやつ。あ、見てるよ。もう本当にね、どうでもいいんですけど、俺ね部屋の電気消しやってるんですけどね、もう怖くてしょうがないんですけど、もうなんかホラーゲーやってる時でこう足が怖い、足元がね不安になりますね、素足やからね。まあわかるでしょう、言いたいこと。迷いがか、洞窟ね。はい、こいつアホなんかな、ほんまに拾うってあったけど、何を拾うの。ああ、これか、ルイの手帳。またかよ。こいつほんまに何回同じこと落とすねん。はい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 。はいはい。まあ子供の頃の先生の見る夢は楽しい夢。いつも見るなとうなされている。はあ。とりわけ女性に見つめられることを避けている。うん。童貞ですね。私はって書いてあったな。ってことはルイくんは、ルイくんじゃなくてルイちゃんなんやな、やっぱり。もう分かりづらい。男女みたいな。ルイ君も一緒なんだ。ちょっとめんどくさいから俺ルイ君って呼ぶね。カメラは一緒に弔い写真を探していた方ですよ。そうそうそう、分からなくなった。生きていることが分かってほっとしました。いいっすね。なんかこういうビシ、なんていうの、なんていうんやっけ、こういうナイナイ系男子、あ、女子、美男、なんていうの、男っぽい女の人のことなんていうんだっけ。俺は昔から男女って呼んでるんですけども、これは愛称を込めて呼んでるだけであって、別にジェンダーをねもう著しくけなしてるわけじゃないですからね。これ言わなあかんのもねめんどくさいぐらいやねんけどな。さてと、あとはフィルムを14式に変えとくか。ちょっとね14式は遅いっちゃ遅いんやけれども、まあそれでも早いというか、まあ一番多いフィルムなんで、それを使っていきましょうか。てかもう森のところカットされてるな。どこから行けんやったっけ？あら。ルイくんちょっと。ルイくん。もうこのゲームに出てくる人はすごい好奇心が旺盛すぎる。あれ？てかそこ空いてるんや。
先開いてんかったっけどな。あらららら。話しかけないで。私今死んでるんだから。話しかけてへんけど。お兄ちゃん。お兄ちゃん？あれ？お姉ちゃんじゃないの？お兄ちゃんは。あ、お姉ちゃん。俺と同じ質問してる。お兄ちゃんはそう、お姉。私は嘘つき。嘘つき。何が？私はどう見ても女の子やろ。じゃあ遊ぼう。あ、女の子限定で遊べんのこれって。これがあなたの人型み。それゆりちゃんのやつじゃないの？あなた自身は人型みになるの。あの女またどっか行きやがったな。さて、ルイくんがちょっと人型みになってしまったのかな。おー、ファック。今度の遊び、あなたがちぎるお相手を探すんだって。ちぎるお相手？あ、結婚する相手。あー、ルイくんじゃないの。ルイがいないとこ。びっくりした今のも。あ、びっくりした。え、こっちじゃない。ドゥンドゥンドゥン、じゃーん。え、ルイくん探す。あー、まったくもう、どいつもこいつもあっち行ったりこっち行ったりしやがって。ほんとにもうこいつらとはね、やな、あのイオンモールとか行ったら速攻で迷子のご案内入るパターンやな、これ。ほんま大変やで。え、こっちとかちゃうやろな。観念してな。なんかこっちのような気がするよな。一応こっち行く。まあ、こっちからでも反対側に出れるからね。なんかレイアウトがちょっと変わってるな。これは、あ、これ石ころ。あい、残念でした。バカ野郎がよ、こんなもんに引っかかるか。俺は遅すぎる。よし、オッケー。いや、甘いな、もう。手が遅すぎるわ。もっとあの、こうガッとこな。じゃないと俺は余裕で避けてしまうよ。あの、光ってるここだけ。なんでここだけ光ってるの？さて、さて、まあ、アイテムちょっとちょこちょこあるから、拾ってこっか。ドゥン、ドゥン、ドゥン。お、ゼロ式。いいね。ゼロ式フィルムここ落ちてるのはありがたい。今ゼロ式1枚持ってるから、これで合計2枚になるのかな。あれやんな、なんか、引き継ぐ、あ、引き継がれてはないんや。まあ、14式フィルム、こんだけやれば、なんとかなるっしょ。さて、さて、さて。お、お水。お水。お水。よし。こっち向いて。とりあえず、ここは結構、敵が出てきやすいっぽい。見えない、見えない。あう、おい。危ない。やばいな、ここはちょっと、すごい反射神経やったろ、俺。子供たちが遊んでいる夜中、気配が目覚める、気配で目覚める。片付けたはずの人形が別の場所にある。困っちゃうね、そんなの。あなたの娘は私が直した人形で遊んでるから心配しないでと姿を消した。はあ。それはダメだ、ダメだよ。ダメだよ。あれ、ちょっと待って。これは、道間違えてるかな？こっち側、あれ？いや、合ってるな。こっち側やな。こっち側に行けばいいんやな。だいぶ歩きづらそうやな。よし。俺がな、FPS になったら相当怖いな。
さてさて、こっち側にやってきましたよ。反対側に、やってきましたけれども、あの、ガキど、あ、ちびっ子どもがね、いないから、ちょっとそれがね、なんて言うんだろう。不安というか、まあ、ちびっ子がいたら、まだなんか、あ、ここら辺にルイ君いるんやな、みたいな。まあ、いわば指標みたいな感じになるんだけれども、そういう、あ、こっちらしいです。右側からこっちこっちって言ってきたわ。英語で言うとあのカムヒアーですね、これはね。カムヒアーでございますけども。あれカムヒアーがあったにもかかわらず。ん？何？閉まんのやめてもらっていいですか？なんか光ってるんだよ。あ！はい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 。私が？本当？だいぶだいぶめちゃめちゃ範囲狭かったな。あ、なになに？どうした？はい！逃げ回る幼女。よしよし、合ってる合ってる。ここで合ってるんやわ。何もないんかーい。こっち側もなんかあったよな。でん、でん。これさ、目玉なんかな？でん。まあ、人形の目玉なんやろな、多分。結構リアリティがあって怖いな、これは。リアリティというか、リアルで怖いな。ちょっと今間違えたね。だって、ここは、おうおう。まあ、本殿と言いつつも、前回左行ったから今回右行ってみようか。あらら、こんにちは。もう動いた芝生。動いた芝生。あれ？なんもないよ。回り込めるだけか。最近はこうグラフィックの高いゲームがねいっぱい出回ってる中、こういうちょっとポリゴンというかね、なんかちょっとなんだろうな、こうテキスチャーが見える、ポリゴンが見えるゲームっていうのもね、こういにしえっていう感じがして、怖いよね。あれあれあれ、どこ行った？もう、写真撮れん。お前なんで逆向くねん、ほんま。これさ、さって後ろ向くことできんの？さって。バイオハザードみたいに。なんかちょっと練習しよう。ん？何？なんか後ろさって吹くも、吹く、モーションない？うん、ないわ。ない。あ。だ俺がビビって、今スティックを下に向けたのが原因やな。そら、謝る。あ、記録4。今日の夢は息苦しいものだった。何人もの男たちが長い間時間をかけて本殿の地下を掘っていた。ほう。暗い箱を埋めていた。箱の中には白い少女。あら、あの、ババア子供やんな。ババア子供が埋まっているということなんか？これで多分、さっきのところに裏から回ってったって感じになるやんな。はい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 。はい、裏から回ってきましたけど。ん？何なのか？何なのか？あ、回復薬。ちょっとわかんないな。はい！ああ、なんや。私よ、私でいいの？いいんじゃないですか？せいや！危ない！あー、逃げていく子供。通れる？通れないね、でも。でも、どう行く？これは。
ちょっとこれは困ったね。あ、こっちから行ける、あ、行けへんか。強化レンズがな、ちょっと4連のやつしかないから、それがちょっと不安やな。これ反対側出れるんかな。こっちシャッター、なんなんだ、合ってるっぽいね。恐怖演出があるところはもう大体合ってるから。はい、回復。なんかこの先行けばいいんかな。地下洞窟。あれ、なんならこっち側行くか。こっち側しかないけどな、もう。これで反対側回ってきたんだよね。あ、せやせやせや、こっから下行けんやった。あ、思い出した思い出した。ここから下や。俺はアホやったな、ほんまに。ってことは、この先にいるんか。あれ、でもここ通ったよな。あれ、ちょっと待ってな。もう訳分からへんくなってきた。地下洞窟やんな。ちょっと多分ここ違うな。そういえばね、さっきお昼ご飯にザルラーメンっていうものをね、食べたんですけどね、非常に美味しくなかったですね。なんかね、写真はね、パッケージの写真はすごく美味しそうやったから、ちょっとね、パッケージに騙された感じやね。もう、すぐ騙されちゃう。いや、暑かったのよ。だからさっぱりしたものが食べたいなと思って、こう、ザルラーメンね、美味しそうやなと思って買ったら、全然そうじゃなくて、なんか茹で方が悪かったんかな。でもね、ちゃんと、なんやろ、1、2分って書いてあったんやけど、1、2分じゃ、はい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 、はいはい、ほらほら言うな。遊びましょう、レッツゴー、レッツパーティーしましょう。待って、これ、あおう、ベイビー。え、避けたんですけど。ちょ、え、あの時のガキやん。え、何しゃお前、ノートドロップしていきやがった。本殿やんな。え、あれ完全に避けたんやけどな俺。皆さんも何かこう物を買うとき、まあ、みんな分かってると思うけどな、パッケージに騙されたらダメですよっていう、それだけです。まあそんなんみんな分かっとるよな。いやでも、まあ、やっぱりね、そういうのでね、あ、待って、先生はおかしくなってしまった、心がここにないみたい、あの写真を見たからだ。積極的に写真の後を追ってる。先生について行かなくてはどこにも行ってしまうのように、私がいなくなったらこんなに探してくれるだろうか。あら、あ、こいつもあれなんや、ハイテクナビゲーションシステム使えるんや。こっちか。よしよし、いいぞいいぞ。ナビゲーションシステムの存在を完全に忘れた俺。え、こっち、これはあれやんな、物置やからちゃうやんな。あれ、ハイテクナビゲーションシステムが、あー、来た来た来た、ここやな。オッケーオッケー。結構探索パートが続く感じかな。あれ、ちょ、ま、待ってな、待って、ごめん、あのな、狭すぎる。自動で閉まんのやめていただきたい。で、こうした状態でちょっと下がっ、はい、
ガキが出てくるのか。あ、ルイくん。ルイ先生、来てくれたんですね。大丈夫か。はい。ルイは大丈夫なよ。え、大丈夫なの。よし、じゃあ洞窟の入り口に行きましょうか。まあ本殿のところまで、戻る感じやな。だからこう行ってこう行って、え、ちょっと待って、ここの下からやから、こう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 で、こう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 で、こう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 やな。あれもここが鍵閉まってるけど、あ、でもこう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 、あー、じゃあいけるな。だから、あー、ちょっと待って、なんかいるよね。はい。逃げていく子供。逃げてへんねんけど。あー、今逃げてったわ。待って待って。ガキを追いかけて、ん、ちょっと待って、こう、え、ちょっと待って、わからんくなってきた。こう、こう。あれ、あのガキをとりあえず追っかけようか。あれでもなんかちゃう気がしてきたな。ごめん、ちょっと、ごめん、ちょっと考えていい？こう行って、こっち行っても入り口ないから、あ、かー、逆や、間違えた。こっちや。こっち。こう行って、あー、ちょっと違うね、これ多分。もうアホやから迷子っちゃう、すぐに。こっちやな。ごめん、すいません。で、ここの下を下ってってって感じやな。 OKOKOK。 いや、ちょっと14式フィルムがあんまり、まあ14でいいか。前回のショーでは、前回のショーっていうか、まあ、前回の、ゼロでは、フィルムがね、途中でなくなっちゃうっていうことがあったりしたんで、まあ、あれの時は90式フィルムが、こう、拾えたからね、なんとかなったんやけれども、あれ拾えへんかったらだいぶやばかったからね。ギリギリセーフっていうところかな。ただ今回はフィルムを買い足したりしてはないので、90式フィルムがもう12枚かなくらいしかないから、結構ね、節約しながら進めていかないと積んでしまうんで、ちょっと気をつけたい。さあ、ムービーが始まりました。これは絶対に出てくるよね。ほら、見つかった。はい、俺の勝ち。君はもしかして。あ、そっか。俺が切った相手か。夢に出てきた女の子。どうして持ってきてないの。何を？お金？やっぱり。お金やんな。ごめんやで、ほんまに、あの時は。私のヨスカ。あ、ヨスカって読むんや、あれ。なくしてしまった。約束したのに。それはあかんわ。そら怒らはるわ。ヨスカがあったら、だってあのハイビジョン 3D ナビゲーションシステムが使えるからな。じゃあとりあえず行きましょうか。ドンドンドン。これ出へんやろ、これ。何のカットシーンやねこれ。